熊谷内ち祭りは、毎年7月19日から23日にかけての5日間に、開催される埼玉県熊谷市鎌倉町にある、八坂神社の例大祭である。明治時代に祭りに合わせて、渋内ちが配られたことからこの名がついた。出しと屋台開催中の市街地、関東一の祇温と称される。京都八坂神社から誕生し、現在の市内鎌倉町にあったあたご神社へ、 文六年間に合祀された熊谷の八坂神社の祭礼である。出し六台、屋台六台が賑やかな熊谷林を鳴らしながら市街地を練り歩く巡行を中心とした祭りであり、連日国道17号を含む中心市街の大部分に交通規制が敷かれる。直径30センチメートル程度の大音量の鐘を用いる林、二台以上の出し屋台を向き合わせる。 並べるなどして林を競う、叩き合いに特色がある。期間中、暗宮、商店をはじめ、街中の至るところで、内ちが配られることからの名であり、特に内ちを用いた祭事があるわけではない。熊谷花火大会、灯籠流し、雪熊などとともに、熊谷の夏の風物詩であり、熊谷市最大の行事である。現在の祭りの形においても、江戸時代、 明治時代に確立された数々の行事の原型が残されていることが明らかとなり、2012年3月30日付で熊谷朝霞神社祭礼行事として熊谷市指定向け民族文化財に指定された。2020年及び2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で一般向け行事が自粛され、必要最低限の関係者による神事のみを行う。また、 これに伴い2020年の年番長及び大総大は2021年も続けて取り行う。寛元3年4月、熊谷塾の町民109名がそれまで自社ごとに行っていた夏祭りを全町合同で行うことを町役人に願い出て許可されたことから町を挙げての夏祭りが始まった。これを受けて初代のご用番となった6名は現在でも 草分け六人衆として敬われ、その功績を叩いて安宮に、仮名入りの長人が掲げられる。当時の御用番には、旧家の者のみが就任でき、長人ながら、町役人と同等の権限を与えられたと伝えられる。当初の形態は、御腰祭りであったが、その御腰が消失したため、祭りは一旦衰退する。しかし、天保元年に、御腰が新調されると、 再び活気を取り戻した。この頃、祭りの期間中に、各商家が薬病予けの赤飯を客に振る舞うようになり、熊谷の赤飯振る舞いが名物となったとされる。1891年、本三34の菓子保、中屋同初代店主、中村東吉が東京神田の荒野が所有していたとされる出汁を購入した。これ以降、鎌倉区本町十二。 つくば区、中町区が順次、出汁、屋台を建造、購入し、元来の三越祭りは、現行の出汁、屋台の巡行を中心とする祭りに変貌した。同じ頃、以上の、古河、町が、周り版で年番長となり、祭りの統括を行う慣習が定着した。市街地の拡大等に伴い、弥生町区を皮切りに、本国区、石原区、銀座区、荒川区、伊勢町区、 桜町区が順次祭りに参加するようになった。年番を担当するチョークは、前期、古が、町に、銀座区、弥生町区、荒川区を加えた、八が町に拡大した。1902年頃より、両邸、千州が手間のかかる石板に変えて、店名入りの渋内輪を配ったところ、当時の生活必需品とあって、好評を博し、他商店が追随した。 三線の買い物に対しても五線のうちをサービスし、買い物は熊谷のうち祭りの日にと言われるようになったというのが定説となっている。うちが採用された理由は、千秋主人が修行で東京にいた時にうちが飛び交う日本橋小舟町の天皇祭を見た影響とされる。最初に千秋が配った渋うちわは東京日本橋小舟町のうちセンスホ。 伊庭先生のものであったとされる。うちが赤飯にとって変わった時期については、江戸時代のうちとも、明治時代中期とも言われるが、各たる資料は現存しない。火起こしなどに使われた渋うちわはすでに生活必需品ではなくなったが、祭りの名称とあって、期間中にうちを配布する習慣は健在である。現在では、表面は青地に、うち祭りの対処や祭りの由来。 公式サイトへの QR コード等が書かれた統一デザイン、裏面には店名等が書かれたものが暗宮をはじめ各所で大量に配布されている。また、これとは別に祭りの時期に合わせて宣伝広告用のうちわを用意する企業、団体等も少なくない。だし、屋台の巡行が始まった当時、熊谷には屋台林が存在しなかったため、 現在の深谷市北部を中心とする近隣の村々に、拡張区ごとに林方を依頼していた。この状態は長らく続き、1955年頃になって、ようやく自前で林を行おうとする機運が生じ、拡張区が林会を組織するなどして、地元住人によって林が行われるようになった。県政順序とは、ここでは年番を担当する順序である。市街地を、 ほぼ時計回りに一周するようになっている。年番長にならない四丁区は不満されていないが、伊勢町区及び桜町区をそれぞれの町区と関係の深い荒川区、中町区の次に置き、末尾に石原や坂神社で祭礼を行う二丁区をこの順序で置くことが一般的である。この順序は21日昼の巡行祭での巡行順、22日夜の お祭り広場での引き合わせ叩たたき合いでの並び順にも用いられる。開催年によって時間が変更されている場合があるので、公式サイト等で時間を確認のこと。ありがとうございます。